はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはるです。はい、今日はですね、虫キング研究所へやってきました。そして超進化2段、はい、稼働してますね。はい、じゃあ今日はですね、早速その超進化2段をやっていきたいなと思います。はい、鳥研究員やっていただきます。はい、どうもこんにちは、鳥その鳥でおなじみの虫キング研究所の鳥研究員です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてお久しぶりです。お久しぶりです。ようこそいらっしゃいました。また今回もぜひ英心と対決を。はい、前回ね、勝たせていただいたんでね。はい、そこでヘルクが出た。あ、そうだ、確かにそう、僕の価値がちょっと薄れたんですよね。はい、というわけで今回ね、2段をぜひ遊んでいっていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、まずは2人協力でやっていこうか。うん、はい、そして2人で協力、協力モードっていうので、今回敵がまた変わっているので、新しいのが、はい、今日は虹色クワガタと挑戦するステージですね。あ、ステージが選べるようになってまして、なるほど。ちょっとね、敵もね、ちょっと悪そうな感じに、なるほど、なってます。顔に模様がついてる。そうですね、ちょっとね、虫の影響をね、虫バトラーも強く受けてしまって、わおわお、そう、声も変わってた。さて、で、今日は平日なので、このレイジのステージとヒヨコのステージは、ヒメカブトをゲットしたチャンスがあって、このティナのステージと、一番右のシュウのステージは、虹色クワガタがゲットできるチャンスということで、なるほど、ゲットできる虫が変わるんですね。じゃあどうしましょうか。まあ、今日は新しい姫兜ゲットにチャンス。じゃあここにしようか。はい、あと9。はい、始まりました、協力バトル。お、協力バトル来た。舞台はここセントラルコロシアム。セントラルコロシアム。基本的なルールは前と変わっていないので、はい、はい、2人で協力していただいて、でちょっとね、エフェクトとか、あ、キラキラしてる、増えたり、花がゴージャムとはヒヨコが名前を言ったりとか、なるほど、いろいろ細かいところ。で、V ガジも1試合に1回だけ使えるので、はい、はい、買ったら技が出る。まあ、どんな技かちょっとお楽しみに。またこのグラフィックもちょっと変わってますね。ちょっとね、はい、いろいろ変わっているので、そういうところをちょっと見てもらうのも楽しみかな。来た、グランデス。グランデス、ちょっと水っぽいエフェクトが出てる。ほんとだ、すごい、はい、そういうところ見てみると楽しみ。こっちはレイジが、そこじゃレイジが名前を言ったりする。チームの強さとかも、あれも違うよ。ちょっと頭脳が来ました。あ、来た、ちょっと出現。来た、登場です。敵の相手に、決めた。なんか、声が、あ、あれ、お助けいるの、お助けいるの。なんとですね、今回から、相手だけお助けが、より僕のちょっと相手の強さに増してしまったし、やばい、はい、元々の虫の強さは変わらないんですよね。そうです、元々の虫の強さ、まあ、今564ってちょっととんでもない値が出てるんですけど、あらららら、お助け虫がプラスされた状態で、はい、下が僕たちの体力だよ。そうだね、はい、で、体力は2人で共通の体力で、このゲームは勝てない。こう2人で協力してボスを倒せ。よし、じゃあ頑張ろう。あ、音楽が本当にちょっと BGM が変わりました。あ、ってことは出さない。パパグー、あ、パパパー出してる。グーじゃないのグーそのかな。オッケー、ビスタツブー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 、ここで言うんだ。ビスタツだ、ビスタツが連打ですね。ビスタツの連打、はい、ビスタツの連打して、ちょっとこう、ビスタツ、ビスタツ、クレセントブーメラン、クレセントブーメラン、どんな技。おエフェクトも SGR 仕様です。すごい、はい、かっこいい、かなりかっこいい。おー、63今ここに出てた。で、ブルースターで今回森なので今回タイプです。はい、もしダメージ食らってる時はそれで回復するので、さっきと違うってよ。じゃあもう一回僕はグーだ。で、パパちょっと行くか。よし、来た、いいですね、連続必殺だよ。 V ブースター発動、今度はこっちの下層ですね。そういえば V ブースター出したことマジのエフェクトだけど、いろいろね、そうね、かっこいい、もっとカバーが強くなるんですね。そんな感じです。おお、すごい、はい、従来のバーンダウンスマッシュにさらに効果が、はい、で、これたまにその決まらない時もあるんですね。毎回、はい、必ず発動するわけじゃないです。なるほど、また違う手で来る、違う手で来ますね。で、今度は僕パー出す、パー出す、うん、パッパチョキ出してみようかな。そうかな、オッケー、いいですね、はい、
で通常攻撃なのでこれはゲージですね。なんでゲージを積んでます。ここも変わった。お、ナイスです、ね、パーフェクト。何でも成功すると威力が上がるので。なるほど、まあ、じゃあ合わせていきましょう。いいですね、だいぶ削りましたね。怒んないかな。あ、怒っちゃった。さあ、攻め方が変わるので何を出してくるとここは注意ですね。さあ、何を出してくるか。そう、必殺出してくると思う。パパチョキ出しとこうかな、一応。僕はグー出しとこう。じゃあ、一緒に行こう。どうかな。あー、あーやばい。読まれてますね。パパ、必殺いっときゃよかったか。僕はゲージで粘っていきたいですね。オッケーです、いいですね。オッケー、はい。よかった、パパフォローできた。これ、困ったことに相手のお助けがね。あ、そっか、やばい、お助け。これがね、今回厄介なんですよ。うわ、こっちで必殺技涙出てくやったよ。うわー、やばい。ギャー、お助けられたか。やばい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 、聞こえますか。必殺技消えられたらもう終わりだ。ここはヒントをよく見て頑張ってくださいね。お、なんとか必殺打ってくんじゃない。チョキ出そう。タコもチョキいっとこうかな。怖いけど。あー、ここは手を変えておきたかったですね。はい、ここはゲージ頑張ってなんとか粘りたいですね。お、うまい。よし、来た。あー、惜しい。まあでも、2人ともボーグ成功してるのね。攻撃アップ中だもん。これは激しい。防御成功してよかったですね。ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、もう一旦向こうを攻撃アップしますから。お、今度こそ僕が一撃だし、なるべく二人で手を変えてパワー出しとくよ。よし、よかった。必殺技を防ぐ。攻撃で決めて勝っちゃいたいですね。交互にパワー。あの2人ケアできてる。さあ、これで気づいてる。あー、残った。よっ、これアップは消えているので。あ、そうですね。はい、じゃあ今度は僕必殺かな。じゃあパパパーいっとくよ。いや、どうしよう、チョキいったとやべえかな。あ、向こうの必殺技には気をつけたいです。そうですよね、チョキいっとこう。あー、どうするか。あ、このゲージでゲージケアしてる。いいです、いいですね。あれ、はい、あ、待った、あ、今時間切れしちゃう。時間切れ。うわー、やばい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 よ。これでクマバチが来て、いや、毒じゃん。やばい、大丈夫かな。ギリじゃない。あ、危ないです。これ毒が、毒が毒で、まあ一番やばい。やばいやばい、戻ってきたターンで。ちょっと待って待って待って、出します。覚悟しろです。どうしようか、ダメだね。ちょっと、さっき、もう一回僕必殺。チョキでいってください。僕はグー。おー、よかった。よかった、ギリ。さあ、必殺技なのでボタンを連打して、グー。とりあえずよかった。グー、激しい。かっこいいね、これ。これはね、かなりかっこいい技で。あー、ブグサ動ける。ブグサ決まらなかったですけど、ここでまあ、まだラウンド1なんで。もう一回なんだ。さあ、じゃあ、V ガチを使うんですね。じゃあ、先に使っとこう。これで勝てば、V ガチが。レイジと同じこと言ってるぞ。裏の裏を返してくるって。わかんねえから、パパ、パーで行く。僕、チョキで行く。パッター。うわー、これは同じ手ではないので、はい、初期がパーで食べる。じゃあ僕はグーグー。じゃあパパチョキいっとくよ。あー、うわー、グーガジュの手で勝たないですね。そう、あそこ試合にあるんですけど。まあでも、一度さんのあれ一度だけ次決めてダメを稼いでいけば。とりあえず、はい、あれだね、
テクニック高いから結構すごい、はい、ダメージ、ね、また同じこと言ってる。あ、そっか、まだ僕 V ガチ生きてるんですね、これ。あ、そうですね、はい、アイコだった、これはさっき、アイコだった、そっかそっかそっか、はい、まだチャンスある、ね、同じ手出すわけないじゃないですか。今グーチョキと来てて、さっきとの手出す傾向からすると、まあそろそろ手が読めてもいいかなっていうところではありますが、時間がない。僕チョキ、オッケー、いいよ、よしよしよし、いいよ、いいでした。あ、違う違う、 V ガチャもそうだ、これ V ガチャ、はい、どんなやつかな、新しい V ガチャ、ビクリアタック、グラビティカメ、そう、なんか飛んでる、重力の弾なんですよ。で、アイコを閉じ込めて、うわ、閉じ込めちゃった、うわ、80、いや、残る、残った、さらに相手の必殺を来た、2人とも、うわ、やばいやばい、これはすごい、これは必殺で、これは面白い、これゲージなので、もう一回パッと止めて、よっしゃ、でもこれで倒してしまう、でも必殺が2個になるのはいいね。これもあったら次のターン2人とも必殺技が2個。そうですね。めちゃめちゃ有利な状況なので。やった、勝ち、勝てたー。ウェイ。あ、というわけで今回ね、新しくヒーロースコアっていうのが出るようになりました。おお。はい。あの、それぞれがバトルでどんなことしたか。勝った。そうだね。バトルヒーローが。で、ゲージバーファイトが多かったので、ジャストヒーロー、なるほど、はい、そして、ダメージが多かったので今、ダメージのヒーローが、はい、バトルヒーローっていうのが出てきた。さあ、パパ、頑張って。あ、これパパ取っていい、エちゃん取っていいよ、これ。あ、オッケー、始め。さあ、今回は平日なので、神引きを、はい、CR と桃歌話だ、ね、出るチャンス、必殺予告だ、あと3回、よく覚えてますね、そう、必殺予告、あー、びっくりした。あと2回。さっきこんなとこにいたやつって言うね。やばい、残り1回しか動けない。なかなかこう来ないからね、横から横入って、そうだった、ブーブーさん、ブーブーさんも今回新しくちょっと増えたりするので、はい、また新しい効果がね、そう、今回雷と氷と森と熱が出ている。やった、色液の虫を捕まえたぜ。おっと、ゼリー来たよ。なんと、これね、ちょっと予定しなかった。ちょっと、どうしよう、全然いいですよ、はい、モボブとハムしかないが、そうだよね、必殺予告、好きな虫を選ぶんだ、ねえ、か、この温泉地コガネ、どっちがいいかな、はい、まあ、温泉地コガネダメージだけなんで、モボブとハムしか特殊な虫がするんですけど、こっちかな、好きな虫を選ぶんだ、じゃあ、選ぶよ、うん、カード決定、いやまさかゼリー、はい、ここで姫カブト引いてたのすごかったですね。あー、そうですね、一発で、まあでも一発でね、あの、このニーナ終わってしまうところだったね。確かに、おぉ、なんか葉っぱが、はい、今回あの秋とシーズンが、はい、ちょっと背景が秋っぽい感じ、紅葉な感じ、はい、素敵な感じのキレカードになってマスターブラックはいいのか、はい、カードやります、タイでやる、そうだね、タイでやる、あ、やったことないね、今やってる、ここまで、あー、87かな、凄まじい連打、まあ、オフラインだとね、ここで V ガチさんも、はい、取られるんですけど、ちょっとオフラインでやらせてもらって、うん、来た、来た、来てる間に、お、かっこいい、おー、お、いいよ、超かっこいい、あ、ちゃんとキラカードの完成っていう、はい、あ、もともと言ってた、そうそうそう、あ、言ってたっけ、これね、結構言ってました、そっか、ということで2人協力、超進化2段、こんな感じでした、うん、すごいね、面白いね、うん、オークアブとヒメカブトの必殺技もすごい、あと V ガジがめちゃくちゃ面白い、うん、必殺技 もらっちゃうってのがすごい、お、今回こういうね、絵が新しく入ってしているの、最後の、最後、テルテテルテテって言ってた、BGM もね、いろんなところで変わってる、変わってる、それとも探してみるのも面白い、はい、そしてですね、なんと新興中王者虫キング、うん、海外進出だそうです、 おめでとうございます、すごいね、うん、ということでこちらがそのカード、はい、なんと漢字になってる、お
ねえ、地がビダスサイカブトで、こっちがヘルクレスキッキーブルだ。ねえ、海外の虫歯バトラーさんにも楽しんでいただくことができるようになりました。はい、10月の中旬ぐらいから稼働、はい、台湾ですね、はい、台湾で稼働する。すごいね、行かれた時あったら、ね、ちょっと探してみて。台湾に行って虫キングできたら最高だよね。またね、漢字バージョンもね、あっちしか手に入らないんで当然。ちなみにこの QR コードは日本では読めないらしいです。まあ、ちょっと日本だとあの記念品みたいな感じになっちゃうんですけど、お土産でということでね。はい、ということで今回ですね、虫キング研究所にやってきて超進化2段やらせていただきました。楽しかったね、うん、はい、ありがとうございました。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それじゃチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。